着きました。コロコロあゆねチャンネル、実は初めてなんです。じゃん。暑いね。日焼けしちゃいますね。今日は1日前の3時ぐらいです。湘南は2日前の10時からシーハリ OK だったかな。ところどころ違うのでルールがね、しっかりアウェーのルールを調べて、あ、見つけた。ルールに沿ってやりましょう。え、案外めちゃめちゃいる。めちゃめちゃいます。こんな感じ。めちゃいるんだが、こんなにいるの。そのね、ペットボトルもしくは養生テープなんですけど、それこそ北海道とかは札なんですよね。多分雪とかがあるから下に貼れないからだと思うんですけど、ちょっと開くね。久しぶりにシーハリします。あ、30番でした。席こうやって自由になってほしいけど、前日とか2日前からのシーハリめんどくさすぎて、それだけが嫌。 OK、 できました。活動暑い。ちょっとマスク取ります。ということで久しぶりにシーハリしてきました。実はですね、親戚が住んでてだから今日もここまで送ってもらったんですけどめちゃめちゃ仲良くてね、大好きな家族なんで、今日は金曜からオフなので結構早いところにできるかなと思ったんだけど、シーハリ割と人がいました。すでに張ってる人が多かった。宮山駅にやってきました。ちなみに私の前にはいとこのパパがいます。宮山駅から歩いて 500m で寒川神社というところがあるので、今回もグランパスの日焼け祈願に行ってきます。マスクは省略しております。暑いのでお許しください。 Let's go!行きました。暑い。寒川神社です。必勝祈願してきます。ということで寒川神社と宮川神社祈願してまいりました。これでグランパスの試合は勝利です。勝手さんいただきます。いとこのママに送ってもらいました。基本車移動でめちゃめちゃ助かってます。4時半列整理だから今多分3時過ぎぐらい。ちょっと回ってきたいと思います。勝つよん。やばい。ドローでした。湘南の決定機が結構あったと思うんですけど、そこ決めきれなかったから湘南の選手が救われたなっていう部分と、まあ名古屋も惜しい面があったけど、そこ決めきれなくてってなってなんだかなという感じですが、次勝ちましょう。
フレンティーズというアイスクリーム屋さんにやってきました。ちなみにここまではいとこのママに送ってもらいました、うん、本当に助かってます。ということで行ってきます。めっちゃ並んでる、楽しみ。めちゃめちゃドロドロです。ちょっと待った。ソロベリーコーンに塩キャラメルとクリームチーズのダブルにしました。メニューはこんな感じ。ドン。ダブル頼んだので、ね、モリモリでめちゃめちゃベタベタになっちゃいました。ティッシュとかウェットティッシュは必須ですね。でも美味しいです。なんか混ぜ混ぜアイスっていうのがあって、多分それが定番なのかな、人気なのかな。でも素材のアイスのまんまの味を食べてみたかったので、ダブルのシンプルなものにしました。クリームチーズめっちゃ美味しいし、塩キャラメルもめっちゃ美味しいんで、この組み合わせおすすめです。でいちごのカップもちょっと甘酸っぱくて、甘いアイスに合います。甘酸っぱい感じがくどくない。ごちそうさまでした。店内に手洗うところがあったので、食べ終わったら手洗いに行った方がいいと思います。美味しかったですね、甘いもの食べて。でも店内でも食べれるんですよ。お店の中で食べた方が涼しいし、アイスも溶けにくくて食べやすいかなと思います。めっちゃねアイスね溶けちゃって大変でした。夏の宿命ですね。そしてですね、なんとプレンティーズさんのところには湘南のペナントがドン、こちら飾ってありました。申し訳程度にJリーグが盛り上がればいいですね。ということで今からはプレンティーズさんから歩いて20分しないぐらいのところにある海岸へ行ってまいります。なんかフレンティーズさんから茅ヶ崎海岸に行くまでの間にも結構お店がありました。本当は平塚ビーチと迷ったんですけど、こっちの茅ヶ崎海岸にはモニュメントとかがあるということを聞いたので、こっちの海岸にしました。海の香りがしてきました。近づいてまいりましたが、あいにくの曇り模様なんですね。晴れてないのでどうかな昨日はね晴れてたんですけど、なんか曇りでも紫外線は多いから困っちゃいますね。気持ちいいどこかに江ノ島が見えると言っていたんですが、どこにあるんだろうじゃないもんな。あれかな。あれですか。あれですか。曇ってるから見えないのか、もしかしたら見えてるのか。分かった方コメントで教えてください。江ノ島が見当たりません。でも方向的にはね、多分後ろなんだよね。見えてるのかな。あの灯台みたいなのあるじゃないですか。あれ江ノ島？あれが江ノ島なのかな。わかんない夏です。サーフィンやってる人もいますね。今調べたらあと歩いて3分ぐらいのところにサザンシーモニュメントがあるみたいなんですけど、人が多そうで写真頼むのちょっと恥ずかしいですね。誰か撮ってもらえる人いるかな。行ってきます。
写真を撮っていただきました。前にいたご家族の方に撮っていただきました。フリーマーケットとかやってておしゃれな湘南でした。というわけでサザンビーチ茅ヶ崎以上です。ちゃんとお話しして湘南を盛り上げてくださいとお伝えしておきました。なんかガッツポーズお姉さんの話になりまして、しっかり湘南ベルマーレ押してきました。まあ名古屋グランパスをね押したいんですけど、もちろんまあでも湘南にいて名古屋を応援するっていうのは難しいと思うんで、まずは地元を応援してもろてということで、茅ヶ崎限定の浅いわらび餅にしました。いただきます。うん、天使だ、溶けるこのわらび餅めっちゃ美味しい。うん、普通のわらび餅も買ってこればよかった。めっちゃ美味しいですこれ。浅いだから酸っぱいかなと思ったんですけど、そんなことなくてめっちゃ美味しい。美味しい。わらび餅が甘いからかな、ちょうどいい。めっちゃ美味しいんだけど止まんない。汗が吹き出てくるぐらい、わかりますか、汗がもうメイクももうほとんど取れちゃったぐらい暑いです。雨降ってるんですけど、店員さん見てくださってるでしょうか。美味しかったです、ありがとうございます、ごちそうさまです。3時過ぎなんですが、ちょっとだけ腹ごしらえにいとこのママと来たので、じゃんじゃん、コナーズコーヒーさん行ってきます。美味しいコナーズコーヒーさんのご飯もいただきまして、本日遠征終了です。実は4日目です。もう3泊4日しました。試合内容的には、まあ、満足いく結果ではなかったですが、これからもっと上がっていきましょう。まだ後半戦始まったばっかなんで期待してます。ということでコロコロじゃんけんいきます。せーの、コロコロじゃんけんじゃんけんぽい。私はパーを出しました。チェキだった人は美味しいご飯と出会えるかも。パーだった人は美味しいおにぎりと出会えるかも。グーだった人は素敵な石を見つけるかも。ということでチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。